デモクラシータイムズをご覧の皆様、こんばんは、山本直哉です。夕刊誌日刊現代の紙面をご紹介しながら、この1週間を振り返ってまいります。今週の担当は第一編集局次長の今泉義隆さんと、スポーツ編集部の藤本幸宏さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まず早速もう選挙、衆議院議員選挙の ね大詰めなんですけれども、まあ、この1週間、まあ、いよいよ投開票日ということにはなるんですけども、はい、ただね、先週の日曜日に、はい、参議院の補選が2つあったじゃないですか、で、その山口は下馬評通り、もともと自民党の議席だったん で、ね、まあ、順調に勝ったと。でところが波乱が起きたのが静岡ですよね、はい、で、まあ、野党系候補が、まあ、序盤もう今月の頭ぐらいに自民党が独自にいわゆる情勢調査ってやるんですけども、その時にもう大きくリードしていたと、でもともともちろんそこも自民党が持っていた議席でもあるから当然勝てるだろうと。で告示日初日に岸田さんが、まあ、行きましたよね。でそれで、まあ、それで恥をかかせることはないだろうと思ってたら、いきなりなんかあっという間に鶴瓶落としというか、相手がこう言って、で2度目も応援入ったけど結局敗れたと、このダメージが大きいところから始まった1週間だったんですよ、で当然岸田さんも今週は2回東京に来たのかな、でその演説も盛り上がらず、でしかも悪い意味で盛り上がっちゃったのが例の麻生さんの発言ですよ、で北海道にわざわざ応援演説に行ったにもかかわらず、要するに昔厄介度米というほど売れない米だったけどそれがうまくなったとそれを農家とか農協のおかげ違うと、気温が上がったからだとこう言っちゃってるわけですよ、はい、でそもそも、まあ、これ麻生さんは安倍菅内閣の要するに副首相であり財務大臣だったと。で菅政権の時って脱炭素社会の実現っていうのを2050年までに目指すって言っていた、しかも国際公約ですよ、はい、世界に約束したと。そのメンバーの一人でもあるのにいきなり温暖化いいところもあるよと言っちゃうわもっと怒らせたのが、はい、北海道の農家の方々ですよ。これ要するに気温だけのせいで米がうまくなったっていうのは、要するにもう品種改良の努力であったりとかそういうようなところをいきなりもうお構いなしで、はい、要はもう気温が上がったからだろうの一言でうまくなったってそれはちょっと釣らないよねと。これ農家の方にとっては本当になんてこと言ってくれるんだって話ですよね。何言ってんのこのおっさんと、はい、今までのこの根津の努力というかね、品種改良に向けたさ、やっぱり日本の米ってそうやって世界でも認められるような、はい、品質ってものをこう底上げしてきたわけじゃないですか。それは別に北海道の農家の方だけじゃないですよね。それは東北であったりとか北海道もちろん、あるいは北陸の方ですかね、いわゆる米どころの、そりゃそこで今戦っている自民党の候補にしてみればそりゃねえだろうっていうふうになって、実際北海道と東北に限定して35選挙区ぐらいトータルあるんですけども、はい、結構そこで接戦区、いわゆる与野党候補がもう激しく争っている激戦区ですよね、でそこがだいたい6割ぐらい21選挙区、で麻生さんの一言が激しく影響する可能性だってあるわけですよ。そうですね。でしかも実はコロナ禍で外食需要っていうのが著しく減退してしまって、実は去年ね、今年は米の価格がいわゆる急落してしまったと。で野党なんかは農家の個別所得補償っていうのを公約に掲げてるんですけども、やっぱりその需要によってこう波が激しいんですよね、はい、でそんで今コロナで直撃している中でこんなそもそもディスってるようなことを言ったらそれはかなわんだろうと思うし、でそういうところがまず1点、はい、で自民党こうそりゃないだろうのもう1点が幹事長ですよ。で幹事長といえばいわゆる党の顔で、要するに
あちこち全国遊説に回って、激しく競り合ってるところに応援に行って、こう人を集めてその票に結びつけるっていうのが本来の役割なんですけど、甘利さんは要するに投開票選挙戦最終の3日間、地元神奈川13区、まあ、大和市とか綾瀬市とか座間市の一部なんですけど、そこにもじっとベタバリで自分の選挙のために駆けずり回ってた状態で、朝の6時半ぐらいから前日神奈川にいたんですよ、この人高松市応援でね。その人がいきなり翌日の朝6時半には選挙区で、まあ、主要駅である中央林間駅っていうところがあるんですけど、はい、そこの駅頭に朝6時半にもう立ってるんですよ。で、いわゆる公職選挙法の規定で拡声器とかマイク使えるのって8時、うんうん、午前8時から午後8時までの間って決まってるんですが、はい、6時半だからそういうマイクとかも別に握らずに、うん、なんかもう立ってて挨拶してるんですか、あまりですみたいな、あまりだよってことになりそうなんですよ、そんぐらいでやっていて、だから必死なんですよ、うん、だからよっぽどそのある調査で相手候補と結構激しく競ってるってことに相当ショックを受けたみたいで、やっぱりもう他の候補の応援なんか入ってる場合じゃないって言って、他の幹部は今自民党のホームページに全国遊説スケジュールって載ってるんですよ、党幹部の。そこからいきなりもう甘利さんの名前顔も消えちゃって、だからもう自分の選挙だけになっちゃった。とにかく地元に集中しろということなんですね。集中したいということ、まあ、実際ね、甘利さんが他候補の応援に入っても、うん、要するにその例の口利き賄賂疑惑っていうのがまだ説明しきれてないっていうところもあって、うんうん、入るとなんか無党派層が離れてくっていうんで、かといってでも幹事長の応援入るよって言ったら断りにくいじゃないですか。まあ普通そうですね。そうだから受け入れるしかないんだけど、なるべくその人が集まらない場所にみたいな、そういうノリがあったらしいんですけど、いやまあかえってかえってかったんじゃないかという、そう、これはある意味全体で見ればプラスに働いて、いわゆるデス応援とまで言われてますから、ただ幹事長が選挙で負けるようなことがあると、これは大変なことなんですよね。議席は減らすのは確実で、あとはどれだけ減らすかっていうのが今回の自民党で、しかもそれを食い止めなければいけない幹事長が自分の選挙に集中、おそらく選挙が終わってからは相当甘利さんに対する不満っていうのは出てくると思うんです、うんうん、でここ数回の選挙で自民党ずっと勝ってきたから、はい、でしかも3回生とかって言われている人たちがずっとその中でもかなりの割合いたんですけど、それは負けるだろうと、うん、でその人も派閥には属してるから、その派閥の領収が甘利さんに対してどういうふうにいくか、うん、っていうところが見ものだと思うんですよね、選挙が終わってから、はい、でしかもこの写真見てほしいんですけどね、はい、ポスターですよ、なんか先週もなんかこんなやってますっていうのを紹介したと思うんですけど、はい、これがその選挙最終3日で張り替わっちゃった。そんなことってあるもんなんですかね。やっぱりね、もっとあのメッセージを強く打ち出すっていう意味でなんかワンフレーズを変えるとかっていうのは割とあるんです、でここまでデザインをバリッと変えるしかもかなり攻めた最初はデザインだったのが、なんかイケメンだったのが普通の顔になっちゃったみたいな感じ。なんか最初の方に余裕を感じますよね。余裕感じてましたよ、なんか冒険心みたいなの、はい、実際ツイッターとかでも自分が選挙区に戻れるのは、このあの決起集会を開いた2時間だけと、あとは応援に回りますっていうことを、いわゆるベタバリの1週間前にはそんな余裕のつぶやきを投稿してたんですけど、もうそのまま撤回しちゃってっていうので、なんて野郎なんだこいつっていうようなところが正直思うんですよね。そのぐらい焦ってるってことですね、そうですか、神奈川13区、はい、今後の来週のあまり幹事長にも注目です ね、そうですね、選挙終わってからの、はい、さあまずは選挙の記事について、振り返っていきましたが、さあ続いてはスポーツに参りましょう。藤本さん、プロ野球セパ両リーグの優勝チームが決まりました。これは波乱の結果と言ってもいいんでしょうか。波乱だよな、大波乱ですよね、だって前年最下位ですもんね。最下位で、はい、一昨年ヤクルトはね、一昨年も最下位、そうですね、2年連続でしたね。オリックスもか。オリックスはちょっとごめんなさい、今多分そうかな、かなり、まあ、B クラスですよね、 B クラスよね、はい、まあ、そういうチームはね、まあ
万馬券あったね。万馬券どころじゃないよこれ。うん、まあ馬単で勝ってたらどうなんだっていうね。セッパーでな。セッパーでね。うん、っていうような、まあ、状況なんですけども、はい、まあ、いろいろですね、まあ、経済効果もね、あのオリックス230億円ぐらいあるんじゃないかとかですね、はい、いろんな話もこう出てきてるんですけれども、まあ、その改めてですね、まあ、今回 の, その優勝っていうのは、まあ、やっぱり本命だった巨人とかですね、ソフトバンクという、まあ、うん、資金力があるチームに勝ったと、うんうんうん、もちろんあのヤクルトオリックスが全くお金使ってないわけじゃないんですけれども、まあ、使い方としては、かなり、まあ、抑えめというかですね、で日本人選手の平均年俸なんかもね、オリックスはもう12球団中最下位です。日本人だけですけどね、まあ、外国人も含めてもうちょっとまあ変わるんですけども、ヤクルトもそれは7位だと、まあ、山田哲人っていうね、はい、スター選手いますけども、うん、彼はまあ5億円ほどもらってるんで、うん、まあ、突出してるんですけども、まあ、彼いなければじゃあ持ってよ、ね、かったかもしれませんね、うん、あと青木とかがね、うん、3億円もらってますけども、まあ、その中でじゃあなんで勝てたのかというと、そこですよね、気になるね、はい、そこがですね、やっぱこうまず生え抜きなんですね、生え抜き選手、これが、エースと4番、これ一番難しいって言われるんですよね、はい、あ、それ野村監督とかも言ってたもんね、そうですね、エースと4番は育てられないと、うん、まあ、いわゆる、まあ、才能ですよね、持ってるものが非常に重要になるんですけれども、そのあたりで、まあ、ヤクルトは村上宗隆というね、はい、4年目、今年4年目、今年、まあ、東京オリンピックの、ね、山田哲人、うん、そうですね、活躍しましたね、はい、彼が4番どっしり座り、まあ、その3番、主に3番で山田哲人がいる、うんうん、このコンビが、まあ、中軸を担い、で、まあ、ピッチャーの方としてはその10勝投手が、ね、いないという、まあ、状況ではあるんですけど、はい、まあ、これもなかなか珍しいんですけどね、うん、あのこれといったなんか、うん、エースがいなかったですよね、うん、でそこでその出てきたのが高卒2年目、これが奥川ですか、そうですね、奥川ですね、はは、まあ、確かに勝きっちり勝ち星を積み上げていったっていう印象あるよね、ローテの間隔は長かったけどね、そうですね、うん、で、まあ、29日にですね、広島戦投げますんでね、そこで10勝すれば、まあそのね、結果ちょっとどうなるか分かりませんけども、まあ、新人王もあるんじゃないかというぐらいのですね、うん、まあ、勢いです、そうですね、はい、一方でオリックスもこれ結構似てるんですね、ええ、これも生え抜きのね、吉田正尚が3番、うん、これちょっと今怪我で離脱してますけれども、はい、これもまあ東京オリンピックで出るような選手ですね、で4番に杉本というですね、ラオウ、ね、右バッターで、ラオウなんて言われてね、はい、どっかのスポーツ紙がね、手記、ラオウの手記、あ、そうなんですか、原哲夫先生がね、イラストを、だいぶあれだね、言ってみるもんだね、言ってみるもんだね、我が生涯に悔いなしですよね、そうそうですね、はい、その杉本っていうのもこれもドラフトの、ね、かなり買い指名なんですけどね、彼がこの中島監督と一緒に去年一軍に上がるわけですね、はい、そこから、まあ、ブレイクしていくと、うん、でもちろんその MVP と言われるのね、山本由伸と、なんかもうそうなめだもんね、タイトル、ね、日本の、まあ、エース級の、はい、まあ、これもね、東京オリンピック出て決勝投げたりとかね、はい、してましたけども、彼がいて、でその時にそのヤクルトの奥川と同級生なんですけどね、これで、ね、宮城という興南高校出身のね、はい、高卒2年目のピッチャーが13勝したというところでですね、その生え抜き中心で、さらにそのベテランと若手、うん、若手といってもかなりフレッシュな方ですよね、うん、まあ、ベテラン中堅若手みたいな感じか、うん、会社で言ったら、まあ、新入社員みたいなもんですね、そういう人がよりかなんか組織を活性化するというか、なるほど、ね、そういったことをこの、まあ、ビジネスのプロのですね、と言われる、まあ、菅野幸三先生にねちょっとお伺いしたところ、ね、はいはい、そういった話が出てきたというようなところなんですね、うん、ただ実際なんかその指導っていうか、うん、やっぱその若い衆が伸び伸びってやってるっていう両監督に共通してるところがあるんだけど、やっぱそういうなんか特徴ってあるんですか、うん、高津にしても高津監督もね、
やっぱ野村監督っていろいろね、そのまあ一番影響を受けてる本心のね野村克也さんは、いろいろ言ったり、まあ特にね皆さんファンの印象で言うと古田敦也ってキャッチャーいましたね、はい、彼に結構そのベンチでね立たし直立不動で立たしたのが、まあそうだね、あでもないこうでもないっていうような、はいはい、そういうね映像がすごい残って、まあイメージ強いと思うんですけども、実際はもうかなりね伸び伸びやらしてたんですね、はい、で池山っていうねあのブンブン丸っていう、はいはい、あのそういった選手もね特にその三振してもね、まあ、もちろんその、全く言わないわけじゃないですけども、まあ、ある意味こう人の、まあ、長所を伸ばすというかね、なるほど、うん、特に生き生きと若い選手なんか特に伸び伸びやらしてたんです、まあ、それがいわゆるまあヤクルトよく伸び伸び野球なんてね言われますけどね、うん、そういうまあ伝統があって、で高津監督もその野村さんの指導にかなり影響を受けて、なんで例えばそう今先ほど出ましたように村上ですね、4番ね、うん、で4番の村上は、高津監督が2軍監督になった年18年ですね、2018年に2軍監督になったんですね、うん、でまあそこで、いろいろまあ当然ねあのキャッチャーはもともと高校時代やってましたから、うん、それを三塁手で育てようと、うんうん、で4番でとにかく使おうという球団の方針もあったんですけれども、うん、まあ、とにかく三振してもね、うん、もうその口酸っぱく何て言うんでしょうかね、三振の数のことをあれこれ言わず、まあ、言わず、うん、でまあ守備でミスすることあっても、もう当然ね、うん、練習ではやりますけれどもね、うん、そういったのもちゃんと多めに見ながら、うん、でやっぱりその言葉っていうのを大事にしてね、やっぱりその小さくなるなよと、スイングもね人としてもスケールの大きな人間に、なれというのね、そういった話もこうされる。今年の特にちょっとこう夏場あたりですかね、ちょっと時期はすみません忘れてしまったんですけども、まあ、ちょっと調子が悪いという、うん、その時にも、まあ、その例えばトイレで立ち合わせるとね、なんか席に一人で呼ばなくていいよみたいな話もしてたとかね、うん、あはあはあ、そういうその言葉によってやっぱりこう選手を、まあ、なんていうんですかね、その気にさしたわけですね。なるほど、ね、いや言葉って大事なんですね。ですね、まあ、それがね絶対大事だっていうね。YouTube なんかでもね、あのミーティングの、その様子っていうのはあのヤクルト球団はアップしてるんですけども、まあ、それがグッズになったりですね。まあそういったことでまあね、選手が一団結したというところが一つ言えると思います。うん、まあもちろんオリックス中島監督ですね。同様でですね、はい、まあ、その杉本というのは、まあ、その前の段階では、ね、あまり評価されていなかった選手なんですけども、まあ、あの彼も二軍監督やってましたんでね、そういうのをこうあの適性を見て導いて、そしていろいろ山本由伸しっかりですね、適材適所、もう高津監督とその辺は似てるんじゃないかなと思いますけども、うん、そういう声かけによってね、ちょっとこうあのハッと気づかされることがあったりとかっていうのは選手は結構そういう耳にしますよね、まあ、そういうところが、まあ、特にその若い選手多いですからね、監督のその手腕っていうのももちろん大事ですし、一方でその菅野先生が言うにはですね、はい、やっぱり、生え抜き選手がいて、でその上にこう重しというかですね、まあ、あのチームの精神的な支柱になれるような大ベテランというかですね、そういう存在がやっぱこうチームを引っ張り、それを、うん、まあ、背中を見てみんながね、そんでこうやっていくと。そうか、石川とか青木とかいるもんね、うん、そうなんですね、ヤクルトはね。オリックスもあの今まで阪神にいたね、農民がね、はい、結構、いろいろ山本由伸もそうなんですけども、彼もあんな優秀なコーチになると思うなと思う、うん、まあ、兼任コーチでね、あの前半戦では結構試合出たんですけども、後半戦は結構まあコーチングに、まあ、専念してたような部分もある。ブルペンなんかもだいぶ精神的柱になってたみたいなね、そういう存在がこういる、まあ、広島カープがね3連覇したんですけどね、2018年、まあ、その時もまあ、あの、まあ、その3年目はいませんが、まあ、黒田博樹、新井貴浩という、ね、確かにね、投打のね、柱がいましたよね、そこで鈴木誠也なんていうのがバントできたりとか、ね、そうでした、うん、もちろんその脇を固める中堅、ね、こう主力クラスっていうのももちろんいるんですけども、そういう組織というのもこう考えた時にやっぱりその生え抜きでやっぱ形成されているとですね、やっぱその分その、まあ、どの一般企業もまあそうだと思うんですけど、やっぱり入ってきた時からね、
苦楽ともにし、まあ、あのいろんな苦労、ね、でも喜び悲しみ坂本と岡本いるじゃん、うん、巨人はそこでやっぱりその中心としてなる選手で2人いますけども、うん、まあ、それがちょっと菅野が働かないとかね、うん、あと補強に頼みますよね、何かあった時にね、すぐこう外部から、はい、まあ、中田翔を取ったりもそうですけども、あれはね、うん、あちょっと不可解でしたね、でやっぱりこう 丸もそうですね、うん、で丸なんかも結局いろいろまああれこれ打順変えられたりとかね、今年は良くなかった、非常にまあ苦しみましたんですけどもね、やっぱそのじゃあ一番の大事なところっていうのは何かって言った時に、まあ当然巨人なんか人気球団ですよね、うん、その勝たなきゃいけない、うん、まあソフトバンクもまあそうですけどね、ただそういうんじゃなくてやっぱりこう一団結する最後のもうここぞっていう時ね、うん、やっぱりここ一番の力を発揮しやすいっていうのはあるというふうに、まあ神田先生はおっしゃってますね、やっぱりまあメンタルのスポーツですね、でやっぱりその入れ替わり激しいですから、プロ野球は、はあ、毎年ね10人15人っていうのが入れ替わっていくわけで、うん、ドラフトね戦力がありますので、ね、まあそういう結束力っていうのは作りづらいですけども、まあ、そういうのをこうまとまりやすいですよね、やっぱりね長年一緒にずっとやってるね、うん、寮生活からねこうよくしてもらってる先輩後輩がいればやっぱりなんか今年のためにやってやろうとかですね、うん、まあ、そういうのも出てきやすいですよね、まあ、そういうのがことね、うん、今シーズン形になったわけで、うん、そうですね、来シーズン以降も期待できそうですかね、うん、まあ、こういうチームってでしてね、うん、まあ、ヤクルトが2015年の前回優勝した時はね、はい、翌年5位6位って言ってねこうちょっと下がったチームがありましたけど、そうでしたか、まあ、ただそれでもね、やっぱりうーん基本っていうのはね、まあ、そのドラフトと育成だと、まあ、お金をね当然かけない、ただかけるだけではプロ野球っていうのは勝てないと、そういう地道なチーム作り育成ドラフト、そういうのを含めてね、まあ、くじ運ももちろんありますけど、うん、まあ、そういうことをね、やってきたチームなんでね、まあ、簡単な、まあ、まあ、こう記事にもしましたけどね、うん、一発屋で終わるということは多分、うん、そんなにないんじゃないかなというような見方が多いですね。そうですね。はい。セパ優勝チームについてお話を伺いました。さあ、プロ野球の話がもう一つ続くんですが、話題は日本ハムの監督ですね。出た監督。まさかのこの方ということなんですが、うん、そうですよね、はい、26日付の記事でね、冒頭に悪い冗談と思った向きもあるかもしれないなんて書いてますけどね、だから本当にこうっていうね、皆さんこう思ったマジかよとは思うもんな、みんなね、うん、まあ、だからね、大骨なんか評判良くてですね、なんかこういろんなネット上の声とかですね、調べてみますとね、非常になんかこう変化を求める、まあ、現状ね、ちょっと日ハムはちょっと低迷してますからね、うん、はい、そういう新しい風を吹かしてほしいという、うん、でやっぱ新庄のこうイメージっていうとこう明るくてね、こうチームをこうバッと盛り上げていくと、うん、で観客を満員するためにね、いろんなことしていけばいいかとかね、いろいろ考えてきた、まあ、頭もいい人だっていうのでね、うん、やっぱり、特に北海道のファンっていうのは非常に、期待感っていうのは大きいようですね。選手として日本ハムに移籍した時も、はい、かなりもう人気を上げる、ね、選手としてそうです、ね、フィーバーしましたよね。もともと阪神で、ね、人気選手だったんですけどもね、はい、うん、から大リーグに挑戦してですね、うん、帰ってくる、でその中で、まあ、やっぱりこう当時のまだパ・リーグって2004年とかですけどね、今でこそねセパも本当に、スター選手も揃ってね、うんうん、うん、そこまでの格差というか大差ってないと思いますけども、うん、まあ、当時はやっぱりまだまだね、人気の背、実力のパって言われたようにですね、はい、やっぱりまだまだそのパ・リーグに対する注目度っていうのがこう低い中で、まあ、パイオニア的な存在ですよね、同じ年のね、日本ハム OB の岩本勉さんもね、おっしゃってますけどね、久しぶりに会ってそうそう前にどうやって前にしようかって聞いたっていうね、うん、まあ、そういう、まあ、エンターテイナーとしてですね、あれですし、さらに当時実力もね、はい、日本ハム活躍もして優勝にも貢献した、うん、日本一になったもんね。そうですね、そうですね、なんでそういうそのただただ単に何でしょうね、こう、バカやってるわけじゃなくて、ね、実力もあるっていうんでね、もちろんそうですよね、うん、日本ハムの中でも、うん、待望論というかね、就任の待望論であるということですね、うん、どうですか、その
監督としてどういうふうな采配振りそうですかね。そうですよね、なかなか想像つかないですよね。いや俺は、もともと阪神ファンなんで、彼がまだ10代の頃から見てきた男として言いますけど、彼はいわゆる守備と走塁、特にメジャー行ってからかな、よりそのもともとポテンシャルはものすごい守備に関しても走塁に関してもあったんですけど、メジャーでいろいろな経験、おそらく彼なりに貪欲に技術ってものを身につけて帰ってきたと思うんですけど、やっぱ日本ハムがその日本一になった時って外野守備陣が鉄壁だったんですよ、新庄センターでレフトが森本でしょ、でライトが今度 GM になる稲葉選手ですね、みんなそれぞれ、守備が上手 でその守備陣体守備体系を彼が一球一球仕切ったわけなんですよ。そうですか。だからおそらく外野守備に関してはものすごい彼はこだわりがあるんで、肩が弱いとか走れないっていう選手はおそらく外野手にはつかないと思うんです。それとあと走塁ね、で日本ハム自体の要するにその今回の足の速い選手は何人かいるんだけれども、チームいわゆる1・3塁のケースを作ったりであるとか、2塁からちょっとした隙を見てホームへゴーっていうまでの走塁意欲がちょっと低いのかなって、それが今の順位にも現れてしまってると思うんですけど、おしなべて今ヤクルトとかもオリックスもそうだし、阪神も今年調子良かったのはやっぱ走塁足が使えるチームが総じて順位高いと、その2つに関して新庄はものすごい技術こだわりもあるから、そういう選手使ってくる。日本ハムは磯畑っていうなんだっけ、あいつに勝った男、サニブラウンに勝った男いるし、あそうなんですか、で万波っていういわゆる横浜高校からのものすごい肩の強い人間もいる、彼は身体能力も長けてます、身長くらい身体能力あると思う、そういう結構いるんですよね。そういう若手をこう思い切り抜擢して多分やってくるんじゃないのかなと、僕は結構日本も強くなると思います、結構ね筋通すというかね、いろいろなんか球場の中でハーレーダビソン乗ってね現れたりね、そうそうそう、なんかいろいろしてるんですけど、その辺もちゃんとね確認してね、用意周到なんですって、そう、自分がこうやりたいからもう何でもやるぞみたいなんじゃなくて、きちっと裏で、ね、お伺いも立て、根回しをきっちりしといて、そういうのがものすごい方らしいんです、で、いろいろ計算もしてね、やってるよね、で、結構その新庄というとね、なんかジーパン履けないからウエットしないんだとかね、なんかそんなことが一回ありましたけども、ありました、ね、やっぱ結構ね、もう日ハム時代なんかも朝早く来てね、ウェイトやってね、でこっそりですよ、あんまり人に見せないようにね、なんかそういうことを地道にやってるような人らしいんですよ、努力を表に見せない、でそういう面白いイメージを世間に受け付けることをたとえ仮に間違ってても良しとする人なんだ、だから大らかであり気配りもできるし、人間的にはすごいなんかやばいやつの部分もあるんですけど、相当いい人の部分も多いのかなと、だからいわゆる我々から見るともう40代、彼と僕も同世代ですけども、から見ると大丈夫かと思うけど、今の20代30代が選手じゃないですか、でそういう人から見るとものすごい上司としてはふさわしいっていうか、やってみたいと思う人なんじゃないのかなと思うんですよね、あとはですね、指導者経験がないんでね、言ってしまえば厳しい言い方すればね、まだ素人ですよね、指導者としてもね、そうだよね、高津にしたって、中島にしたって、そこに関してはね、日ハムの場合は球団主導でいろいろ選手 その分析、起用、それから、戦術に至るまでですね、やるところなんです、なんでね、いろいろその球団とも連携しながら、フロントとも連携しながら、よりメジャーに近いような形でね、やっていくという形になると思いますんで、あとそのヘッドコーチとかね、参謀になるような人が誰になるのかね、そこはまだ表出てませんが、そういう人によってね、変わってくるんじゃないかなというふうに思いますよね、GM が稲葉さんだっていうのはこれはやっぱりプラスの要素になりますか、
ここもちょっと未知数ですね、はい、でも経験がありませんのでね、あそうですねどちらもね、はい、まあ、ただ、よく言えばですけれども、うん、もう4年間ね日本代表の侍ジャパンの監督をしてね、はい、12球団いろんな選手を見てきてましたからね、うん、まあこの選手どうなのかとか、うんうん、そういうのは、まあ、ある程度把握はしていると思うんですよね、うん、だからそういう意味では、まあ、いろいろそのトレードですとかね、補強ですとかね、そういう部分では、まあ、いろいろ動きやすいし、まあ、フットワークも軽いような人なんでね、これからアマチュアの選手とか見に行かれると思いますしね、今多分その真っ只中あるのはそのコーチ人事とかね、その辺もありますけどもね、まあ、そういうところで、どういうふうにね連携取っていくのかっていうね、まあ、同じに強かった時代にね、同級生と、同級生の、チームメイトだったわけですしね、まあ、そのあたり、ね、どうなっていくのかっていうのは、まあ、これからの、ね、注目点かもしれませんね。はい、いや楽しみですね、はいはい、さあおしまいにですねこちらの記事をご紹介いたしましょう。ダスキンがですね、2020年末、大掃除について調査をしたということで、もう大掃除の話が出てくるそんな時期になってきましたですかね。ただね、はい、やってる藤本家大掃除はね、やろうとしてね、いるんですけども、結局やりきれなく年越しちゃうパターンが多いですね。多いですよね。どこかしら一箇所だけ集中してみたいな、確かに多いですよね。でこれの調査見ると、はい、去年末の大掃除実施率はダスキンの調べなんですけど、はい、53.6%、はい、過去17回調査で2番目に低い実施率、うん、まあ大掃除習慣が薄れてる傾向があるっていうのと、うん、やっぱり去年はコロナ禍で家にいる機会が多くて、はい、逆に普段の掃除する機会が多かったと、うんうんうん、でそれでまとめて年末にやるかっていうよりも、うんうんうん、まあ、前だったらね外に出かけてる機会も多かったから、うんうん、年末にまとめてやるぞっていう人が多かったんでしょうけど、うん、なんかそういう理由で下がってると。こまめにね、手入れするというか。そうそうそう、そうすれば大掃除の逆に言うと必要もなくなるっちゃなくなるんだよね。そうなんですね、うん、まあ、普段できないからというのがやっぱり大きいんでしょうけどね。そうですね。ただまあコロナ禍を受けて、はい、やっぱり一番人気は一番人気って変ですね最も精力的に掃除した場所ってなるとレンジフード、換気扇、まあ、この辺は確かに大掃除のあれですよ、定番ですよね。ここはこまめに掃除をするという場所ではないんですよね。まあ、ここはまあそうだろうなと思ったけれども、うんうん、やっぱりコロナ禍を受けて注力して掃除した場所はトイレ、うんうん、浴室、リビングダイニング、キッチン、やっぱりそのいわゆるね、うん、そういうところ普段使いのところが、うん、コロナのね影響でやっぱりこう、うん、ウイルス気になると、肌触れたりね身近なところっていうのはやっぱりっていうことですね、うん、かなり除菌でこまめに拭くこと多かったでしょうしね、うんうんうん、まあでもこれからやっとねあれも解禁になったし時短もそうですね、うん、そうですね、コロナも本当に感染者数もかなり減りまして、年末このまま行ってくれるといいんですけど ね、 ね怖いですよねまだまだね。そうするとね、うん、やっぱり家の掃除もおろそかになっちゃいますよね外出ていくとねそうですね、前なんかやっと、はい、午前あのてっぺん超えるみたいな飲み会もあったけどこう2年ぐらいやないもん ね、 ないですね。だからまあ家にいる時間が多いんでね、そういうのはあるかもしれませんがちょっとこれで家離れてね、うん、1ヶ月ぐらいの、まあ、赤を落とさないといけないなと、うん、それは今思いましたね、うん、はい、いい年末を迎えたいですけれども、ね、早いですけど、ね、ちょっと早いですかね、はい、今日はお二方どうもありがとうございました。